ンラインお茶会にくださいます。選手は山本由伸投手です。由伸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さん、あの由伸さんの姿見えてますね。大丈夫だね。質問お願いします。トップバッターです。由伸君に質問なんですけど、はい、由伸君の釣りが大好きだと思うんですけど、うんうん、ちょっとあの釣りをやってみたいなと思ってて、何釣りがおすすめですかっていうのと、あと好きなお魚があれば教えてください。そうですね、まず初めは絶対釣れないと楽しくないんで、何釣りだろうな。で僕結構ね、何やろうな、むずいなすいません、難しい質問した。まあでもなんか、はい、よくなんかこうファミリーの人がよく行く釣り場みたいなところで、なんかこう何でも釣れる釣りみたいなのあるんですよ。釣り堀みたいな感じですか？あ、まあ釣り堀とか行ったらもう最高にいいと思います。まず釣るっていう、何か釣るっていうのがいいと思います。ありがとうございます。好きな魚は釣りでですか？食べるのが好き。どちらでも大丈夫です。まあでもなんだろうな、最近は煮付けとかめっちゃ好きなんで、まあなんだろうな、のどぐろとか好きっすよ。美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。あちこちの球場を見に行くんですけど、自分ファンとして見やすい球場っていうのもあるんですが、投手として投げやすいマウンドって、そうですね。でもまあ一番はやっぱ慣れてるのもあって京セラドームが一番なんですけど、まあその次はヤフオクドームも結構。京セラにマウンドなんかちょっと各球場で違ってなんか低かったり高かったりあるんで、なんかヤフオクは結構形に出て好きですね。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。山本選手、今年からのお弁当を自分で作るっていうのを見たんですけど、作ってないです。お弁当こだわってるっていうんで、なんか野菜、去年も野菜の鍋とかやってたっていうのを知って、うん、私もちょうど今年に入って結構健康に気使うようになったんですけど、うん、なんかその一人暮らしなんですけど、今どういうなんかものを作ればいいかが全然分かってない。そうですね、僕だったら先発で週に1回試合があるんで、それに合わせた食事の、うん、あのメニューというか、そのタンパク質とかその栄養素のバランスが変わるんですけど、多分こう普通の生活するんだったら、まあでもこう例えばタンパク質をどれぐらい取ってとかって、そんな結構難しくて続かないと思うんで、とにかくこういろんなものを食べるというか、そのいろんなものを食べるのがいい、いろんなものというか、そうなんて言うんだろう、まあいろんなものを食べるのがいいと思うんですけど、なんかよくこの僕がその栄養の先生とかに教えてもらうのは、なんかこうその時旬な食べ物とかは結構いいらしいです。そうなんですね。はいはい、ちょっと取り入れてみようかなと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、昨日お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。一日だけ他の選手になれるってもしなったら、言いたいかっていうのをチームとそれ以外でもしよろしければ教えていただきたいなと思って。そうですね、オリックスだったら、まあ、吉田正尚さんかラオさん、杉本さんかなと思うんですけど、ホームラン打ちたいっていうか、打てないんで普段ホームラン打てる人になりたいですね。あと他のチームだったらやっぱ大谷翔平さんとか、まあ、ほんまにこうど真ん中の回答だと思いますけど、あんなどっちもできる人なんてね、世界に今もう一人だけなんで、あ、かっこいいですね。足も速いし、ちょっと憧れたりとかしますか、やっぱり。そうですね、やっぱあのもう本当野球選手の手本ですね。なんかすごい野球楽しそうだし、楽しむためにやってるように見えるんで、すごい、まあその本当にお手本やなと思います。ランさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いていきます。と、私は今期からファンになった超新参者なんですけど、はい、なのでちょっといろいろわからないことの方が多いんですけど、はい、なんか
これだけは他の球団に負けないっていうことがあれば教えていただきたいです。そうですね。でもまあイケメン多くないですか、結構オリックス。うん、そうでもないですね。なんか、はい、まあみんなね結構こう知れば知るほどなんかこうギャップもあるし、なんか福田周平さんとかクールそうに見えてめちゃくちゃおもろかったり、なんかまあ多分選手結構どの選手も知れば知るほどなんか良さが、多分意外な良さとかが分かる選手がめっちゃ多いんで、でまあいい意味で変わり者ばっかりなんで、それめっちゃいいと思います。注目してみます、はい、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。私からはですね、以前に誰かのヒーローインタビューの時に、あの遠征先のホテルでお風呂の雰囲気がいいって聞いたんですけど、具体的にどんな感じで雰囲気がいいかちょっと気になって、はい、まあマジでなんだろうな、まあ修学旅行みたいな感じ。もうむちゃくちゃっすね。みんなでもすごい喋るし、楽しいお風呂場というか。どんどん、まあもともとみんな結構喋るけど、やっぱ連敗続いた時とか勝ててない時はみんなやっぱこう落ち込んでたりするんで、今はもう最大限にみんなの良さが出てますね。テンション高いです。すごいヒーローインタビューとかベンチの様子とか見てもすごく雰囲気がいいので、うん、見ててこっちもすごい嬉しいです。はい、そうですね。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。昨日はナイスピッチングでした。ありがとうございます。この前宮城選手かな、あの、うん、香水を試合前につけてますって言ってたんですけど、山本由伸選手は何かあの香水つけたりとか好きな香りとかあったら教えてほしいです。香水はもうしばらくずっと一つしかつけてないですね。なんかあのランバンっていうブランドのなんかピンクと紫あるんですけど、ピンクの方がすごい自然な香りで、なんかあんま香水臭くないというかちょうどいいんですよね。それは試合前につけるんですか、それとも普段も。もうずっとつけてます。試合の時もつけるし、私生活でもずっとつけてます。はい、ちょっと今度探してなんか、はい、リフレッシュしたい時とかにつけてみます。はい、つけてみてください。はい、聞こえますか。はい、聞こえますよ。いつも力強いピッチング楽しみにしてます。ありがとうございます。よく球場で吉野部さん含めて選手の方って、うん、応援のタオルとかボードとかって結構見られたりというか目に入られたりしてるものですか。そうですね、あのタオルとかユニフォームとかもそうですけど結構みんな見てると思いますね。おしかもまあ普通にすごいこう目につくというか見えますよ、よく中から。多分そのスタンドから球場見るより球場からスタンド見た方がなんかすごい近く見えるというか結構見えてますね。ありました。なんかピッチング中もタオルあげたりする方なんですけど、はい、それを着てすごく嬉しかったです。はい、ありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。登板ごとに何を意識されてるかなと思って、あ、っていう質問なんですけど。はいはいはい、そうです、はい、まあでも対戦相手が、ね、はい、毎週違って、うん、で結構チームによって攻撃タイプが違うというか、まあ、バッターがやっぱいるバッターが違うんで全然その投球内容も変わってくるんで、うん、その確認と、うん、まあ、あとはそのやっぱ自分の調子も毎週全然違うんで、そのなんていうんだろう、しっかり自分のことを冷静に分かるというか、なんていうんだろうな、今週の自分は結構まっすぐがいいとか、はい、変化球はちょっとミスが多いとか、そういうのをなんかこう冷静にちゃんと今の状況というかそれを整理して試合に挑みますね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、こんにちは。あ、こんにちは。はい、昨日はお疲れ様でした。見てました。はい、ありがとうございます。はい、私からは、
私も結構、私は中学ぐらいの時からずっとなりたい職業があって、うん、で今その職業になれたんですけど、ノブ君はその今プロ野球選手目指されてる、あ、目指されてじゃなってらっしゃると思うんですけど、はい、こうから本格的にその職業として目指されてましたか？そうですね、僕でも中小学生の時とかはやっぱあの将来の夢は野球選手ってみんな言うと思うんですけど、そんな感じで普通に野球選手夢見てて、中学生の時とかは別に何も考えてなくて、その野球選手なりたいとも思ってないし、なりたいと思ってないっていうか、もう別にそんな野球は好きだけど別に何も考えてなくて、ただ結構遊んでたり自由にやってたんで、将来のこととかは全く考えてなくて、高校入った時に初めてそのプロのスカウトがたまたま見に来てくれた試合があって、その僕の前の試合がプロ注目のピッチャーが投げた次の試合が僕らだったんで、たまたま何球団か残ってくれて見てくれてたんで、その時になんかプロいけるかもと思って、そっからちゃんと頑張ったというか、意識が変わった時でしたね。そうなんですか、はい、それを叶えられてすごいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。私結構国内旅行が好きで、最近出ないんでちょっと寂しいんですけど、はいはい、山本由伸さん宮崎出身ってことで、うん、好きな宮崎のご飯とかってあります？あ、されてます？え、おりご飯とか結構やってると思うんですけど、あ、はいはいはい、またやってないのとかで好きなのとかあったら教えてください。宮崎の超穴場というか、なんかこう僕が高校生の時に全然外出とかできてなかった、球場から寮の帰り道になんか地鶏トリコっていう店があるんですよ、地鶏屋さん。それがなんか宮崎市にもあるか分かんないですけど、都城には何店舗もあって、でなんか500円でなんかこうすごいパックいっぱいの地鶏買えるんですよ、鶏刺しっていう。え、美味しそう。はい、それ結構うまいんで、都城行った時、はい、超えてたら買います。はい、あれはもうおすすめっすね。すいません、姫じゃなくて申し訳ないです。大丈夫ですよ、全然。質問は、はい、欲しいタイトルいっぱいあると思うんですけど、はい、三振は今年も硬いなと見てるんですが、はい、どうしても欲しいタイトルありますか？まあでもやっぱ防御率は一番すごいこう実力が出る数字なんで、そこはまあ一番欲しいかなっていうのと、まあでもなんかこうこれっていうよりは数多く欲しいというか、1個でも多く取れたらなと。今まで去年一昨年タイトル取れたんですけど1個ずつだったんで、そうですね、もっとこう何個もタイトルを取れるような選手になりたいなとは思ってますね。去年千賀選手が最後にいい投球したんで、はい、家族みんなで泣いてました。そうですね、はい、千賀さん最後調子良かったんで、はい、頑張ります。今日本当はうちの妻がこれ来て参加予定だったんですけど、はいはい、ちょっと仕事で泣く泣く泣きながら仕事に行きましたんで、はい、吉野部君から一言うちの妻に向けて一言言ってもらえるとありがたいです。はい、まあ、またシーズンあと半分あるんで、なんとか、元気づけられるように頑張りますので、今日は仕事頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。野球でもチームワークがすごい重要だと思うんですけど、うんうん、みんなを引っ張っていくためのなんか大事なこととか、あとバファローズでこの人が引っ張ってますっていうのはありますか？そうですね、まあオリックスでいうとキャプテン制度はないんですけど、今ピッチャーだと能見さんだったり平野さんだったり、そのベテランの方がいるので自然とこうチームがまとまってて、すごい。で多分そのなんでまとまるかっていうのも、やっぱ能見さんだったり平野さんってすごいこう人間としてもすごいしっかりしてる分、やっぱその若手の選手ってすごいこうみんな自由にやる性格で、まあそれは悪いとこじゃなくていいとこなんですけど、そういう選手がなんでこうまとまるかって言ったら、やっぱその平野さんとか能見さんがすごいこう信頼できるというか、そういうまあどしっとした部分があるから自然とこうまとまるので、まあこうキャプテンも大変だけどしっかり自分がぶれず、まあなんて言うんだろう、自分がぶれないことかなとは思いますけど、
しっかり自信持ってやることが強さになると思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。全体ですね、日本全国の球場で、うんうん、あのこの広さの球場は投げやすいとか、この広さの球場はちょっと難しいなとかっていうのがあった。それとあとあのドーム球場とは、うんうん、あのドーム出ないところが、ね、そういう時にあの雨なんか降ったりするじゃないですか。はいはいはい。だからやっぱりこう足元がかなりぬかるんだりして、うんうん、あのピッチングもかなり大変だと思うんですけど、そういったところをあのあの投げててどういう心境で投げてるんだかね、気になるところなんですけども。そうです、まあ、でもやっぱ横浜とかは交流戦やっててすごい狭く感じましたね。で実際試合もやっぱめちゃめちゃホームラン出ましたし、ただまあピッチャーとしてはああいう時は、まあ、狭い球場でも、まあ、多少配球が変わったりはありますけど、ピッチャーのそのメンタル的な部分でいうと特にその狭さを気にせずしっかり投げるっていうのがいつもミーティングで言われることで、だからまあ球場がまあ、ヤフパリーグだとヤフオクペイペイドームかとかだとちょっと狭いんですけど、そういう時も特にピッチャーとしては気にせず投げる。でキャッチャーはまあその多少、まあ、あの球が上がりやすい配球とかゴロになりやすい球とかがあるんで、その辺はキャッチャーが考えて多分出してくれてるんで、ピッチャーはとにかくいつもと一緒のように強い球を投げることで、で、まあ、ドームと外のだと最近のマウンドは結構粘土質な土が多いので雨降るとすごい滑るんですけど、まあそこはなんとか、はい、乗り切るしかないかなと思いますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんと共に過ごしてまいりました。時間もそうが来てまいりました。山本さん、あのまだ、そうですね、中断期間までまだ2回ほど登板あると思いますが、はい、それも皆さん期待していると思いますので、最後にファンの皆さんに一言、頂戴して今日のこの、イベントを終了したいと思います。よろしくお願いします。はい、いつも応援してくださってる皆様ありがとうございます。今シーズン、今のところいい順位に入れてますので、まあ、これからもしっかりチャレンジャーの気持ちで、とにかく上を目指してやっていきますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあこの後も皆さん、球場もしくは、テレビパソコンの前で応援よろしくお願いします。今日ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。